今回は、暁のメンバーが影になってる世界線について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。暁の誰かが影やってる可能性世界とかも見てみたくはある。兄さんはウチハ壊滅トンザと、病なしで二重にフラグ回避しないと無理だけど、兄さんはクーデター目的で寝送りにされてるのが罪すぎる。実際イタチ兄さんがほかげになった世界は見てみたくはある。何でも一人でやろうとするところがあるからうまくいかないことも多そうだけど、少なくともこの白寿司でほかげ不在は避けられそう。サスケがチャラスケになりそうで、結果的にナルトの成長も妨げてグダグダこの葉になりそう。デイダラは里抜けしなければ間違いなく土影の器だっただろうしな。デイダラは同郷のやつと結構仲良く会話してたのは笑った。イタチとキサメはできそう。イタチは言うまでもないけど、キサメも根はまともだし、一番無理そうなのは被弾。キサメは配属先が違えば一番あり得るかもなんだけどな。サソリも普通に影の器だと思う。オビトは四代目の弟子だし、ウチハとのいざこざ収めるのにちょうどいい見越しになった気がする。デイダラ、キサメ、サソリ、イタチは影の器だったと思う。被弾は無理。ユガクレは平和ボケしすぎてるから被弾ちゃんですら影になれそう。被弾は影というよりユガクレのトップになって美女と温泉三昧が合ってると思う。ほかげ、イタチ、影影、サソリ、土影、デイダラ、水影、キサメ、むしろありか？クモは暁いないし。デイダラ以外は忍びの世界のせいで人生歪められてるからな。キサメって現代の忍者だと最強クラスだよね。チャクラ量が異常すぎる。というか長戸は雨が暮れの影やってたようなもんだしな。長戸も順調にいってれば雨が暮れの、雨影？影を名乗れるのは五大国の佐藤佐だけって設定あるから。飛車角コンビは影の器じゃないけど、そもそも五影のいる里の出じゃないからセーフ。格図は実力だけならいけそうだけど、切れたらすぐ仲間殺そうとするのが致命的すぎるね。若いならともかく柱間、マダラと同世代であれだもん。人間不信ですぐ切れる背筋主義者とか人の上に立っちゃダメだ。ひじきおじさんだってはめられるまではいい人だったかもしれないだろ。この葉の里設立期に柱間と遭遇して生還とか何気にすごいことやってるよね。柱間の周りも化け物揃いだからすごいというほかない。はめられた後も被弾ちゃんの面倒見たり、賞金首買ってるだけだから善人よりだぞ。格図はひじきになる前のが強いらしくて、その強い時期が柱間に木遁使わせたレベルらしいので、影クラスはあると思う。木遁秘術まで使わせたらしいから樹海降誕から逃げれたんだよな格図。すごいな、元ひじきおじさん。追放な。前世紀格図盛りすぎじゃない？ムカついたら仲間でも殺すのは暁でも最悪な部類では、強いし何より金勘定できるからいいけど、そもそもひじきおじさん柱間暗殺受けて失敗とはいえ、律儀に実行して任務失敗した後また律儀に報告に戻ってるので、元の人格かなりまとも説があるし。この人材大事に扱えや。任務失敗で生きて戻った？この葉から？あの傀儡か自爆奴隷人形かの術を使うこの葉から？暗殺失敗したのに帰ってくるんじゃねえ。死にかけてるならそのままくたばれ。格図のひじきは、初代二代目世代の忍者の質が化け物ばっかだった頃はともかく、弱くなっていく一方だよな。柱間世代なら強い心臓ゴロゴロいるだろうし手に入るよね。前世紀で逃げばじいさんの話どこで見れるんだろう。ほかげ暗殺に向かって木遁秘術使われて敗北後、里に戻って禁術強奪はものの書の人物紹介。格図は味方使い捨てにする疑惑あるけど、実際に影になって対極感を持ったらむしろ人的資源は大事にしそう。なんだったら自分の里の財政のために真っ先に観光という発想にたどり着くかもしれない。デイダラは使用する術が禁術扱いだし、それ理由で追放されたから影厳しくない？じゃぜ影は人のこと言えたもんじゃないし。デイダラの爆発より陣頭の方が危険だよな。岩隠れに爆破部隊とかあるのにあれ禁術なのか。影は禁術指定する側だし特例でオッケーじゃない？なんなら多重影分身だって禁術だ。デイダラは無理だろ。禁術は強いけどそもそも性格が人の上に立てる感じじゃないし、芸術家コンビは実力的には異論でないだろうけど、人望の部分が問題なんだよな。芸術家気質だから独善傾向強くて為政者に向かない。何もかもから逃げようとしなければ、筆頭に上がっていたであろう内派がいるらしいな。デイダラって芸術理解しない里滅びロバーか、って自分から里抜けしてなかった？起爆粘土が決め手だっけ？岩には爆トンがあるけど、起爆粘土はそれとは関係ないドトンの禁術っていうね。生命を与えるのがダメっぽい。デイダラ一番の問題はあの性癖だからそこ強制しないとどうしようもない。デイダラは禁術に手を出す前から、爆破部隊で爆トンの人と一緒に戦ってたんだよな。何使ってたんだろ。
テイダラは周りのホサアリのお飾りトップなら全然ありだと思う。悪影響すぎるだろ。そういう表に出る政治的な奴は他に任せて、裏で実務やらせるしか使い道ないと思う。C3 と C4 カルラは一発で里滅ぼせるから、個人が持つべき術ではないと思う。カブトに江戸転されて感謝してるのなんてデイダラくらいのもんだからな。アートできれば他はどうでもいい。ジャゼ影が悪いことばっかやる上に、公認がパッとしなさすぎるからデイダラの方が花がある感じはある。デイダラはなんかバカっぽいから。刹那的な生き様だから組織のトップに据えちゃあかんな。影になる奴って外交も担当するんだぞ。デイダラ絶対無理だろ。でもデイダラがバカだから飛びも安心しておふざけできる。デイダラは花火職人にでもなればよかった。岩は他と比べて話に関わらないから実態がよくわからん。デイダラは性癖があれじゃなければ、それこそみんなに好かれる影の器なんだけどね。デイダラは実力は申し分ないけど人格がね。人格もいい方だろ。ダメなのは倫理観。力量はともかくデイダラは性格的に向いてないんじゃないかな。キサメは魚だからダメ、長戸は痩せてるからダメ。キサメさん環境のせいでこじらせて悪ぶってたけど、普通にいい人だよねあれ。キサメはデブ上司の下じゃなければ、里抜けせずに情報取得の任務から出世して、表の前線出れて仲間守れる方向に行けたんだろうか。キサメはなんであんな適正ない部署に所属してたんだ。里のせいというか、なんか白米代わりに人食えそうじゃん。見かけで人を判断するなぁ。霧隠れの人事が適正ちゃんと考えるならキサメもザブザも抜けてないし、キサメは実力的には文句ないんだけど、誤解される表情と言動で外交苦手かもしれないな。自分も十分以上に強いんだけど、相手を舐める癖もあるしな。キサメが外交やったらいらぬ不信感でそう。キサメとか見た目からして人じゃないし、あそこまで人外の人いなくない？私も暁に所属していたのだけどね。もしかして拗ねてます？音がくれの長だから影みたいなもんだろお前。サソリが里抜けした理由ってなんだっけ？根っこの部分は砂がくれのしきたりだと思う。この葉の白い牙でもある。サソリだいぶ律儀よね、いろいろと。サソリは作物の影響なかったら普通に風影になってそう。その場合三代目暗殺しないだろうし、区物が安定供給されそうだからガーラに資格ぶち込まれないで済みそう。ガーラの家族関係もこじれなくていい未来になりそうだな。サソリ残ってたら科学発展してたのかな。あいつ区物職人であってオロチマルみたいな研究者ではないから、あいつ芸術家だから。逆にサソリは家族に向ける執着を健全な方向に消化できてたら影の器。サソリの一区物は倫理的にあれだから、遅かれ早かれ追放されるんじゃないか？両親が殺されなければ一区物なんて開発しなかったのかもしれんが、ただの区物で影レベルまで強くなれるかどうかはわからんしな。倫理観で言うなら、江戸天聖開発した扉間も影やしいけるやろ。チヨバーの孫だし、一区物に咲いてた時間を普通の区物のギミック作るのに回せばかなり強くなれるんじゃないかな。あと毒がかなり強いし。原作ほど区物揃えてない段階で、ジトンの三代目を誰にも気づかれずに仕留めてんだから十分すぎる。実力なら概ね認めざるを得ないんだけど、得がね。暁全員こじれすぎじゃない？こじらせたから暁なんてやってんだ。まず暁のリーダーと愛人が断層のやらかしでこじらせた二人だ。長戸はよく断層に切れなかったな。あの三人があんな目にあった縁因とも言えるんじゃ。コナンは血経限界も禁術とかも何もないのに頑張りすぎ。でかい手のひらの上に登って会議する連中だしずれてるのは否めない。やはり正義の傭兵集団暁。いたちかし水を三代目の直轄にして、とか四代目の弟子を人が出世するって流れを作れたらクーデターなかったかもしれないよね。それはそれで見てみたい無限つくよみではある。ナルトに慕われる新三人、カカシ、リン、オビトとかいいよね。理想系となると、マダラが我慢できてこの歯に残ってウチハの偏屈ジジイやってるまで突き抜けてほしい。そこまで行くならマダラの子と柱間の子が結ばれて、とか見たいような。これだから最近の若いウチハは、とか言いながらちゃんと本人は強いおじいちゃんとかになれたらよかったのにな。イタチ兄さんが毎朝弟に目玉焼き作る未来もあったかもしれねえ。ウチハのクソジジイがひ孫のオビトに水切り教えて、初代ホカゲが横でダメ出ししてる未来か。見たかった未来。断層にも聞かせたいセリフ、ナルトは認められるためにホカゲになるから、みんなに認められてホカゲになってよかったね。皆さんは、暁のメンバーが影になってる世界線、についてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。